今日は7月30日で今夜の12時です。で今日は残業です。この店は今日で最後で明日引っ越しです。新しいところはものすごく広くなるので、まあ売るものもいろいろ増えて、でお客さんも買い物しやすくなるので、まあ頑張ります。ということで今回ここを借りました。今後ろのバックヤードのカーペットを作ってます。今2つ終わりました。でもう1個あるのでもう1個作ります。やっとできました。ご飯買いに行きます。今日は8月19日です。もうお店を始めて 2,3 週間経ちました。